はい、皆さんこんにちは、マンダリガルビッチです。今回は夢幻のごとく続きをプレイしていきたいと思います。前回はクワナの村に行ってですね、山賊の棟梁、これを屈服させて見事に草として配下に加えることができました。今回その続きです。いよいよ久喜義隆のもとに行って艦隊の編成を命令するというところになります。では伊勢に向かっていきましょう。伊勢はここかな。なんか右上の島に謎の人物が行進してますね。まずは伊勢の町に入ります。伊勢の町、伊勢はちょっと行ったことないな。伊勢神宮とかはね、有名ですね。では一通り探索をしていきましょう。山賊を退治なされたとか、ありがとうございます。まあ、今やその山賊を配下に加えてますからね。久喜様は信長様が亡くなってから気落ちされています。そうか、今まで信長を毛嫌いしてる人ばっかりでしたけど、久喜義隆は信長を、まあ、慕っていたんですかね。では槍をですね、蘭丸が装備するようにしました。では探索を続けます。この物語は歴史上の人物が40名ほど登場します。いや、誰なんだこの女性は。なんか全てをこう悟ったような、そんな女性でしたね。山賊がいつの間にか退治された。そうです、この信長が退治したんですよ。伊勢神宮に日の神剣、家臣剣なのかな、水を裂く威力の剣があるそうです。伊勢神宮に伝わるその剣ならばバテレンの悪魔を倒せるかもしれない。ここがその伊勢神宮かな。一度ちょっと伊勢神宮も行ってみたいな。いつもお伊勢参りに来とるのじゃ。ありがたい、ありがたい。ここの伊勢神宮には火の神の剣があるそうじゃ。それをどこで。いや、あなたは山賊を退治された方では。なるほど、世間にはびこるバテレンを山賊と同様退治していただけるなら差し上げてもよい。この奥の神社に祀ってあります。そこの神宮に掛け合ってくだされ。神官かな、神官に掛け合ってくだされ。そうか、では早速掛け合いに行きましょう。この奥とはこっちかな。あ、ここっぽい。その水を裂く剣をくれい。なんとこの神社に伝わる大切な剣を。さては、下の神社の神官が教えましたな。世俗の者に話すとは一体どういうつもり。てんてんてん。貴様ら神官がどれだけバテレンを嫌っていようがへとも思わん。わしはとにかく火、なんとか剣が必要なのじゃ。そうなんですよ、読み方がいまいちわからない。これ以上うだうだ抜かす山賊同様叩き飲めそう。さっさとぶっ飛い。なんとあなたが山賊を退治された方ですか。あわわわわわ。お渡しします。どうか大事に扱ってくだされ。完全に脅しましたね。早速装備しましょう。お、ちょっとしか上がらないけど強くはなってる。あ、しかも両手持ちなんだな、これ。持てないですもんね。そしたら、蘭丸が、内刀はまだ使ってるので変えちゃいましょう。で、買ったばかりの槍は、よし。あ、そうか。眉崎は死んだままなんだな。戦いが終わったからといって回復するわけじゃないんだ。ちょっと復活させておきましょう。復活は確かこの、教会でできたような。復活。仲間の魂は復活。あ、復活してる。眉崎が復活している。
ではこれでもう一度この下の神官に話聞いておきましょうか。バテリオンを打ち破ってくだされと。では早速、あそこにいたのが月吉高じゃないか説があるので、月吉高のもとへ行ってみましょう。吉高め、何をしているのじゃ。やっぱり吉高なんだ。待っておれ、この火の神剣で渡ってやるわ。どうやってこの久喜義隆はここに行ったんでしょうね。義隆何をしておる。まあ、まさか大殿、泣いておる場合ではない。今度は半端な暴れ方ではない。矢竹船を何艘も作れ、世界へ打って出るのじゃ。生き返った場所は世界の王となる。世界を相手の対戦じゃ。いいか義隆。これで義隆が仲間になるのかな。王殿、この義隆、命に変えても成し遂げてみせますれ。久喜に指示を出し終えた信長は、秀吉がいる山崎城へ戻った。あ、ここは自動で戻りますね。秀吉、勝家の首を打て、国を治める手始めじゃ。王殿、わかりました。王殿になり変わって、この秀吉、天下風部の使命、必ず成し遂げてみせます。家康は、わしが引き受けてやる。いや、織田家の争い、たぬきめ、手出しはするまい。猿、見事織田家を手に入れてみせよ。ははー。ついに秀吉は勝家討伐の兵を挙げた。秀吉、勝家のいずれが信長の後継者となるか、天下分け目の決戦である。お、第2章。静ヶ岳の攻防。秀吉は5万の軍勢で長浜城を包囲。信長は天地夢之助の名で軍師として加わることになった。めちゃくちゃ中二病な名前の軍師になりすましてますね。殿、八須賀小力様の軍勢により長浜城の包囲完了。殿、一気に攻め落としましょうぞ。天地殿、いかがか。猿にしては上出来じゃ。猿、行くぞ。信長までが加わってはひとたまりもなく、長浜城は降伏するしかなかった。長浜城は勝家の養子の長男が確か守ってましたよね。秀吉軍は伊勢へ転進するためそのまま陣を張っていた。信長もまたその陣中に。では王殿、軍議はまた明日にて。わかった。猿の面を見ていると何も思いつかぬわ。信長一人になる機会を待っておった。お、これは天界になった光秀ですね。忍びごときが。信長、この小顔を見忘れたか。光秀でござる。クソハゲ、生きておったか。ギャハハハハハハ。今は天界と名乗っておる。今度こそ成仏させてやろうぞ。戦闘になるのか。しかも単身か。ボス戦か。強そうだな。本心の一撃。傷を受けていない。そうか。レベルを上げすぎたな。極め投げで。天界を葬ってやろう。といっても、レベルはね、12だったと思うんですけどね。本心の一撃のダメージが受けずに、通常攻撃で7段ダメージを受けるんだ。しかも、目が赤くなって悪魔じみている。三井での攻撃の時ですよね。これ極め投げが使い終わっちゃったら、普通に攻撃を加えていきましょうか。本心の一撃174。これなら倒せる。天界を倒した。信長は500の経験値。レベルが上がりましたね。いや、最初の千本の長六が一番強かったな。無念じゃ、信長、光秀、貴様ごときに私を倒せるか。わしにはまだやらねばならぬことがある。光秀、わしの動きをよく見ておけ。光秀がよけ。魔王め、ならば魔王を倒すべき魔の力を手に入れようぞ。信長、今の言葉後悔させてやるわ。
わっは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 。秀吉の伊勢攻めをはかどらなかった。やがて秀吉軍の動きを受けて勝家が動いた。秀吉は慌てて長浜に戻る。去る勝家との一戦打つ手はなしか。そう、まずは勝家を油断させねばならん。一体どのように。まあよい、安心して構えておれ。はあ、ところで大殿、今日からこの者たちをお供にお加えくだされ。清正則、勝本、なんかどれもこれもヤクザじみた顔をしてますね。まずは女遊びじゃ、市町はどこじゃ、色町ですね、色町はどこじゃ、大殿何ですと。そうか、風俗が言って出るんだな。秀吉めえ、こやつらにわしの干渉をさせる気じゃない。ふん、こやつらなど女遊びでもさせてやればすぐさま思うがままじゃ。いい男、一晩遊んでいってよ。話のわかるおっさんじゃ。おっさん、わしらついていくぞ。清正ですね。一晩明けると信長は清正らに命令を下した。静ヶ岳と大垣までの感動作りである。たっぷり遊んでる。次は戦じゃ。おお、行くぞ。任せてくれ。戦場への近道を作ってきてやれ。静ヶ岳の七本槍。次は猿の家臣に信孝への牽制をさせねばどう。信孝がむやみに動けば勝家も戦がしにくくなるである。猿め、お前に勝たせてやるぞ。猿に会いに参るか。はい。というところで第2章に突入しました。ちょっと短いですが、キリがいいので、第2章のスタートをもって今回はここまでとさせていただいて、次回ですね、この続きをまたプレイしていきたいというふうに思います。